ビューガラッシュは、フランス南部のコミューン。奥下に地域圏、オード圏、リム郡に属する。リムーの南約 22km に位置し、ピレネーゾリアンタル県と接する。ビューガラッシュ山のふもとにある。13世紀からビューガラッシュに村があったことがたどれる。アルビジョは十字軍において、フランス軍を率いたレスター・ハクシモンド・モンフォールがこの一帯を征服した。ルイ15世、知性。 7年戦争でビューガラッシュの男たちは、戦争に駆り出され、捕虜となった。男たちはウェイシレジアにいたと記録されており、そこで帽子を作った。彼らは村へ帰還を果たすと、地域の天然資源である羊毛、木製の道具、河川の水を生かし、帽子製造の技術を永続させた。実用的な理由から、フランス第二定政時代に、同じオード県のコミューン、エスペラザーへ、 帽子製造業は移転した。現在コミューン住民は多くが農業や観光客用民宿、ホテル経営で生業を立てている。20世紀後半からビュガラッシュにはニューエージ運動のヒッピーたちが集まるようになった。また、週末論者より、この村は聖地とみなされており、古代前における滅亡の日とされる2012年12月21日までに、 数百人もの週末論者が集まり、フランスの憲兵が派遣されるなど騒ぎとなっている。http w w w i n e f r f r p p p ベイスで、デネ、リーゼンスメント、ポップやレジャンズ、リゲイルズ、コンミューン、アスプ、アネイコール 2007&、デプコムイコール1055、普通南部のサンソン、12月21日、 滅亡の日控え警戒強める。ロイター通信。h t t p j p r e u t e r c o m アーティクルアドリーニャフニズイジテ 8AP03520121126 ありがとうございます。